天文学、天文学、天文学、A、独、読、乱、仏は、天体や天文現象など、地球外で生起する自然現象の観測、法則の発見などを行う自然科学の一部にや、主に一天文学、天体力学、天体物理学などが知られている。宇宙を研究対象とする宇宙論、宇宙論、A、とは深く関連するが、 思想哲学を起源とする異なる学問である。天文学は自然科学として最も早く古代から発達した学問である。戦死時代の文化は古代エジプトの記念碑やヌビアのピラミッドなどの天文遺産を残した。発生間もない文明でもバビロニアや古代ギリシア、古代中国や古代インドなど、そしてイランやマヤ文明などでも 夜空の入念な観測が行われた。とはいえ、天文学が現代科学の仲間入りをするためには、望遠鏡の発明が欠かせなかった。歴史的には、天文学の学問領域は、一天文学や天足工法また、観測天文学や歴法などと同じく多様なものが、近年では、天文学の専門家とはしばしば天体物理学者と、同義と受け止められる。 天文学を天体の位置と人間界の出来事には関連があるという主張を基盤とする信念体系である先生術と混同しないよう注意が必要である。これらは同じ期限から発達したが、今や完全に異なるものである。基本的に天文学は研究者が対象に直接触ったり取り扱ったりすることができず、また実験を行うことができないものと考えられる。 ところが近年は探査機が資料を持ち帰る時代になり、そのため太陽系の天体は純粋な天文学の対象から惑星物理学の領域に移りつつある。この例を除けば天文学が基本的に用いる手段は電磁波を受信するリモートセンシングが中心となる。天文学の研究には2つの側面がある。宇宙には 地球のどんな実験室でも実現が難しい、超高温、超高密度の領域が様々なところにあり、このような極限状態でも地上の物理法則が適応できることを確認てその普遍性を検証する点がその第一である。これは惑星運動を物理法則で説明した試みが講師にあたる。もう一つは人類が宇宙の中で どのような位置づけにあるかを考えることであり、いわゆる宇宙間の形成と言える。大抵の場合、天文学の研究にはこの両者が含まれる。一般的に、天文学もしくは、天体物理学という単語が使われる。厳密な辞書的に定義すると、天文学は、地球大気の外にあるものやことについての物理、化的性質に対する研究であり、天体物理学は、天体や、 現象の振る舞いや物理的性質そして動力学的過程を取り扱う天文学の一分野である。例えば、フランク・シューが表した入門書ザ・フィジカル・ユニバースの導入部には天文学は対象の質的研究を指し天体物理学が取り扱う対象は物理学的思考が高いという。しかし、最新の天文学的研究は ほとんどが物理学的対象を取り扱うようになり、天文学は事実上天体物理学とみなされるようになった。観測天文学のような数少ない分野が天体物理学よりも純粋な天文学にあたる。天体に関わる研究を行う様々な分野では両方の単語が用いられ、その分野が歴史的に物理学の一部に相当するかにって決まることもある。 そして多くの専門的な天文学者は、天文学でなく物理学の学位を取得している。一天文学は、天体の位置を、天体力学は、天体の運動を研究する学問で、天文学の中でも、古典分野とみなされている。はるか昔、天文学は肉眼による天体の観察と位置の予測だけであった。時に、ストーンヘンジのような巨大な人工物がこの目的の、 ために作られることもあり、それは儀式の舞台だけでなく、季節を知り植物の種まきをする時期を定めるために一年の長さを決定する天文台の役割を果たした。望遠鏡が発明される前、初期の研究は肉眼でも見やすいように高い建造物の上や高地のような場所で行われた。文明が発達するとともに、バビロニア、中国、エジプトギリシア、インド、 中央アメリカなどで天文台が建設され、宇宙の根元についての考察が発展を始めた。ほとんどの初期天文学は恒星や惑星の位置を記す、現在では一天文学と呼ばれるものだった。これらの観測から惑星の挙動に対する最初のアイデアが形成され、宇宙における太陽、月そして地球の根源が哲学的に探求された。地球は 宇宙の中心にあり、太陽、かつ星々が周囲を回っていると考えられた。これは、クラウディオス・プトレマヨスから名をとって、プトレマヨスシステム、天動説と呼ばれる。数学的、または科学的な天文学は、初期段階における非常に重要な進展だった。これらは、バビロニア人によってもたらされ、後に多くの文明へと展開していく。 天文学の潮流を作り上げたものだった。バビロニアの天文学では、月食が一定の期間で再度起こることをサロス周期として発見した。バビロニアの後、古代ギリシアとヘレニズム世界において、天文学はさらに進歩した。ギリシア天文学はその初期段階から、天球における天体の回転運動を物理的に説明することを目指した点を特徴した。紀元前三世紀。 アリスタルコスは地球の大きさと月や太陽の大きさと距離を計算し、地動説による太陽系モデルを提案した。紀元前2世紀にはヒッパルコスがイ差を発見し、月の大きさと距離を計算し、アストロラーベのような初期の天文学装置を発明した。ヒッパルコスはまた1020個の星とギリシア神話の神々の名に由来する北半球の星座のほとんどについて、 詳細なカタログを作成した。紀元前150から80年頃制作のアンティキティラ等の機械は、特定の日における太陽や月及び星々の場所を計算するよう設計された初期のアナログ計算機である。ヨーロッパにおいて、これに匹敵する製作技術の最高は14世紀の機械式天文時計の登場を待たなければならなかった。 中世の時代、天文学は少なくとも13世紀になるまで、ヨーロッパでは停滞し、代わって、イスラム世界など、他の地域で発展した。イスラムでは、9世紀初頭までに建設された、最初の天文台が寄与した。964年には、アブドゥルラフマーンスーフィによって、極部銀河群最大の銀河である、アンドロメダ銀河が、天の川の中から発見され、著作に記録された。 1006年、非常に明るい東急で輝いた、超新星 SA の1006は、エジプトのアラビア人天文学者、アリー・ブン・リドワンや、中国の天文学者らによって記録された。パッターニー、サービト、イブン・クラ、アブドゥル・ラフ・マーン・スーフィ、アブー・マーシャル、アブ・ライハーン、ビール・ニー、ザル・カーリー、ライスラム世界の天文学者、ほとんどが、ペルシャやアラブ人や、ウルグベク天文台などは、 科学の発展に大きく寄与した。彼らが用いた星の名は多くが現在に引き継がれている。これらの他にも、グレート、ジンバブエ遺跡やトンブクトに天体観察をする建物があったという推察もある。以前、ヨーロッパ人は植民地化される前のブラックアフリカでは天文観察は行われかったと考えていたが、近年の発見はこの思い込みを覆しつつある。 ルネサンス期、ニコラウス・コペルニクスは、地動説による太陽系を提唱した。彼の説は、ガリレオ・ガリレーとヨハネス・ケプラーの指示を得た。ガリレオは、望遠鏡を使うことで観測に革新をもたらした。ケプラーは初めて太陽を中心とした惑星の核、運動について、その詳細を説明することに挑んだが、理論を構築するまでには至らなかった。これは、アイザック・ニュートンが、 天体力学と重力の法則を導き出し、最終的に成立した。ニュートンはまた反射望遠鏡も発明した。さらなる発見には、望遠鏡の大きさと性能の向上が寄与した。大規模な星の一覧は、ニコラルイド・ラカーユンが作成した。ウィリアム・ハーシェルは、星雲と星団の詳細な一覧をまとめ上げ、1781年には、天皇精神発見を成し遂げた。 初めて星までの距離測定は、1839年に、フリードリ・ヒビル・ヘルム・ベッセルが示唆を用いて、白鳥座61番星までの距離を求めたことに、遡る。18から19世紀には、レオン・ハルト・オイラー、アレクシス・クレロー、ジャンル・ロンダ・ダラン・ウェールが三体問題へ取り組み、月や惑星の動きに関する予測精度が増した。 この仕事は、ジョゼフ・ルイ・ラグランジュとピエール・シモン・ラプラスによって、より洗練され、月や惑星の雪道からこれらの質量を計算可能とした。文光機と写真など新技術の導入によって、天文学はさらなる大幅な進歩を遂げた。1814から15年に、ジョゼフ・フォン・フラウンホーファーは、文光した太陽光線の中に約600の帯を発見し、 1859年には、グスタフ・キルヒホフによって、これらから異なる元素が存在することを説明した。夜空の星々が太陽と同じ構成であることも明らかになったが、それらの温度や質量そして大きさは、広い範囲に分布することも分かった。こうした文工学の発展は、後に天体物理学へと発展する基礎となった。地球が存在する天の川銀河が、 他から切り離されたある星の集団ということが判明したのは1924年のエドウィン・ハップルによってであり、その外には無数の銀河が存在すること、そして1929年には同じくハップルによって宇宙が膨張していることが次々と分かり、人類の宇宙に対する認識がどんどん変革した。1958年にはヤン・ウォールトによって 天の川銀河が渦巻き状をしていることが判明した。1957年にはスプートニク1号が人類史上初めて宇宙へと打ち上げられた人工衛星となり、これ以降人類は大気圏外の事象を直接観測する手段を手に入れた。この後アメリカ合衆国とソビエト連邦によって、 宇宙開発競争が始まり、1960年代から1970年代にかけては、両国の人工衛星が続々と打ち上げられ、宇宙空間の知見が急速に集積した。1959年にはソビエトがルナ1号によって月探査を初めて成功させ、ついでアメリカのマリノア計画やソビエトのベネラ計画、マルス計画などによって、 内太陽系の調査は徐々に進んでいった。外太陽系も、1973年にはパイオニア10号が木星を初探査。1979年にはパイオニア11号が土星を初探査した。1977年に打ち上げられたロイジャー2号は1986年に天皇星、1989年に海王星を初探査し、 この両惑星における貴重なデータをもたらした。1990年には初の地球大気圏外の望遠鏡としてハッブル宇宙望遠鏡が打ち上げられ、これにより地上での観測よりもはるかに詳細なデータの入手が可能になった。天文学は数ある科学の中でもアマチュアが活発に活動している数、少ない分野である特定の天体を追跡したり、 水星や小惑星などの新たな星を発見するといった様々な形でアマチュアによる活動が行われており、プロの研究者へのフィードバックや連携活動も珍しくない。中でも最もアマチュア天文家の活躍した分野は水星の発見であり、コメットハンターと呼ばれる熱心なアマチュア天文家の手によって多くの水星が発見されたが、1995年の 地球近傍小惑星追跡、ニートや1998年以降のリンカーン、地球近傍小惑星探査、LINEAR といった自動創作プロジェクトの指導によって目視による彗星発見は激減し、代わってインターネット上などで公開されたデータをもとに彗星を発見する方法が主流となった。その後もアマチュア天文家が大きな発見をするケースは多く、 2012年には4つの太陽を持つ惑星がアマチュア天文科と天文学者のチームによって発見された。天文学は天文現象へのアプローチの仕方によって大雑把に言って観測天文学と理論天文学に分けることができる。観測天文学では天体の現象を観測し膨大なデータを収集する。理論天文学では それらの現象を説明するモデルや理論、原理などを発見したり、作り出したりする。1980年代以降、大学や研究所の大型計算機センターに設置されたパーコンピュータを用いて、惑星や銀河の生成理論などにおいてはコンピュータによるシミュレーション実験も多用される。近年は、シミュレータそのものの専用計算機が開発され、 多くの研究室で実験に供されるようになってきている。より一般的には、それぞれの研究者の扱う研究対象や手法によって分野が分けられる。例えば、銀河の挙動を中心に研究する銀河天文学など、宇宙の特定の天体を扱うもの宇宙論や星形成論など、特定の問題を扱うもの、電波天文学や光赤外天文学など天体を観測する。 手法による分類などができる。本分類は歴史的発展に基づき作成したものである。天文学分野で最初に研究が行われたのは暦を研究する歴学であり、そこから会場を移動する際に現在位置を知るために発展した一天文へと繋がる。そしてその一天文学に基づく観測の結果から天体力学へと発展を遂げたものである。また、 宇宙論は神話や宗教等によって、それらは様々な伝承などの形で現在に至っている。宇宙論がきちんと物理学的に探求されるようになったのは近代に入ってからである。その他の観測分野にしても同様であり、天体観測が系統的に行われるようになってからのことである。本分類は観測対象イコール研究対象という意味もある。 暦の場合には地球の時点についての研究である。そこから発展する形で惑星運動の研究が行われたケプラーの法則。宇宙論に関しては仮説から観測によってビッグバン宇宙論が確立し現在に至っている。銀河の観測については水星ハンターと呼ばれる人々によって開始され。 大型の観測装置が設置されることになってから、詳しく研究が行われるようになったものである。シャルルメシエ、ウィリアム・ハーシェル。最後に地球に関しては、様々な神話の時代から探求が行われ、地上で起こる現象や地理学的な知見によって、地球物理学が発展してきたものである。関連項目、地震学。地球科学に関しては、 地球全体における科学的収集を明らかにするために研究が行われている分野である関連項目環境問題このように地球地球月系、太陽系銀河系宇宙の大規模構造宇宙誕生そして進化に至る幅広い研究領域を扱う学問である電磁波を用いる天文学天文学では天体などの基本的情報を可視光線や より多くを電磁波から得る。一般に温度、エネルギーの高い物体からは波長の短い電磁波が放射されるので短い波長を用いればエネルギーの高い天体現象を観測することができる。天文学を一家に波長によって分類する。なお、宇宙膨張に伴い宇宙誕生初期に発生した光などはより長い波長の光や赤外線、サブミリ波で観測される。 関連項目、ドップラー効果。構成や惑星、衛星や星間ダストの出す放射スペクトルは、一般に国体副写の法則に従う関連項目、ボルツン定数。電磁波以外の媒体を用いる、天文学。コンピュータ機器を用いる、天文学。以上、通例、単に天文学といえば数理天文学のことを指すが、学際的な分野、文化的な分野、 私的な分野も存在する。こうした文化的、私的天文学は、数理天文学に対して、天文学の冒険と扱われており、先生術や天文考古学、天文民俗学のように、数理天文学者からは、疑似科学とみなされている分野もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。